はい、お疲れ様です。いやー、ですね、この動画は友達に感謝するよっていう動画です。ありがとうございます。いや、急に何なのって話なのかもしれないですけど、その前にこれね、時間奪ってるんだ、君たちの。君たちの時間を奪ってる。だから2倍速で見てくれ。いや、見なくてもいい、なんなら。で、作業中、作業し、なんか、ゲームしながらとか、何かツイッター見ながらとか、それなんか、暇な時に流す程度で、見てくれたらな、聞いてくれたならなって感じです。はい。何の感謝かっていうと、祭り楽しかったよっていう、ありがとうございましたっていう動画です。はい。祭りね、千葉の祭り、僕も作業しながらちょっとやるんで、本当に気にしないで作業しててください。こんなのに時間取られないでください。で、その何、 M さんと O さんってことにしましょうか。 M さんと O さん、ありがとうございます。ちょっとね、なんでこんな動画を久々に撮ったかっていうと、結構新しい経験だった。大人になって、社会人になって、あんな風に祭りに参加する、参加してるっていうわけでもないのかもしれないけど、その祭り活勢からしたら、そんな機会を与えてくれた、まず O さん。で、それに来てくれた M さん、ありがとうございます。楽しかったです。まあ、その日のことをね、ちょっと振り返りながら、話していこうかなと思ってます。感謝を述べつつ、感想を述べつつ。まずね、三人で揃うってことがまず、懐かしい。いや、懐かしいっていうか、久々だったよね。本当に。いや、この動画、あげんの遅すぎやねんって思ったかもしれないけど、気にしないで。感謝しないとな、感謝の動画作ろうって思ったのが、火曜日なんよ。火曜日の深夜。深夜テンションでやってます。で、三人揃うの、よかったね、三人揃って。いや、同期でさ、未だに三人で遊んでるやついるって話。いないよね。やばいよね。それでさ、マテさんね、まず。マテさんやっぱね、あれだね。まず、どういう、集まり方したかって、マテさん一番早く先に来て。で、その次俺来て、太一くん来た。名前言ってんじゃねえかよ。ごめん。ごめん。M さんとさ、俺編集とかしないから、ごめん。ちょっとこれ、非公開にしてっていう場合があったらちょっと言って。非公開すっから。限定公開すっから、URL 持ってる人にしかし、見れないよっていう動画にするからさ。全国の皆さんには見せられないよっていう動画にするから、言って。M さんと、まず M さんが先に来てて、M さんは毎回早いんだよな。で、O さんがちょっと遅れてくるみたいな。で、遅れてくるので、ここで俺が説教すんのかってやったら違くて、まず、別にいいんだよ。俺的には。俺はね、俺は、M さんと O さんはどう思ってるかわかんないけど、早く来るも、遅れてくるも別に、どうでもいい。プライベートでも仕事でも、俺はそう思ってて。で、待たせたら申し訳ないなとかっていう気持ちは確かにあるかもしれないけど、まあ、待たされたりする側とか、待たせる側としてでは、なんか、暇つぶしすればよくないみたいな感覚なんですよ。暇つぶしできないやつの落ち度じゃないぐらいの感覚だ。暇の潰し方知らないのかなみたいな。いや、まあ暇の潰し方知らないのかなって、逆に暇潰せない奴らも説教になっちゃってるかもしれないけど。まあ気にしてないよっていうことで。だから今後気にしないでください。僕的には、O さん毎回遅れてくるっていう印象なんで。で、M さん毎回早い。そういう印象なんで、気にしないでください。それでね、
その集まっていざ祭りに行ってさ、やっぱおもろいな3人3人っていうか M さんと O さん。いや俺さあんな夜にさ真夜中にさ、いや真夜中ってことでもないけど、その何屋台でさ飯買い食いしてさめっちゃ食いまくってさ、そんな経験してないからさ、その社会人になってね。いや俺ガキの頃も俺祭りでそんなに買い食いしたかって言ったら、ガキの頃さ金ねえから買い食いできるほどねえんでさ、なんか焼きそば食って終わりかなぐらいので、あと何ガキだからさ9時やってみたいな祭りの、うん、やなんかあるじゃんそういう9時みたいな、そういう感覚、うん、ガキだから金ないんすわみたいな。だから本当にいい経験できた。いやクソ暑かったしクソ人いたけど楽しかった、本当にありがとう。なかなかなくない、そんな経験。28だぞ俺ら28にもなってさはしゃぐんだよ、すごない？しかも大の大人が3人も集まってさ遊んでんだよ、やばいよな。やっぱね、なんだろうね、ちゃんと発言するし、ちゃんと人の話聞くし、楽しい時はちゃんとニコニコしてくれてるし、そういう本当に存在ありがたいっす。ありがとうございます。普通にね屋台の飯もクソうまかったしね、いやうまく感じただけなのかもしれない、なんならわかんない、本当にうまいのかどうかわかんない。いやあの場のうまさってあるやん、28、あと社会人経験 を今の時代70歳までとするならば、俺たち18から始まってるって考えて、まあそれもめんどくせえから20から始まってるって考えたとしたら、あと50年、いや違う今30として考えたらあと40年、で4分の1クリアしたよって感覚、うん、4分の1まださ、その何大人とも大人なんだけど大人なんだけど、いやで、なんかもう10年ぐらい働いてんだけど、すごいベテランとしても扱われず、けどかといってなんか後輩としても扱われないポジション、うん、そんな中でさそういう社会で揉まれてさ生きている我々が、いやまあ僕がどうなるのかって言われたらちょっとそこは怪しいかもしれないけど、がプライベートにさ集まってさはしゃげるってさ本当ありがたいよ。今後ともよろしくお願いしますって感じです。次ね、またなんかあったら誘ってください。はい。またね、なんか、次、何しますって話です。はい。まあ、ぐらいかな。感謝の動画です。なんか、もう話すことなくなったんで切ろうかな。いやとにかくありがとう、今後ともよろしくで、うん、まあ、頑張りすぎないように、はい、皆さん以上です、ありがとうございました、よろしくお願いします、切ります。